交渉学は、交渉が、どのようにして形成されたかを解明し、人類にとって有用な資源を得る方法を検討する、学問。資源工学の一部でも交渉学を扱っている。有用な元素が人類が、使用可能な化合物として納集している岩石を、鉱石といい、鉱石が、経済的に採掘できる程度の十分な量の、集合体を交渉という。 核元素の知覚中の存在量と重要な鉱石を可表にまとめた。交渉学ではこれらの鉱石の生成や集中の経緯について検討を行う。すなわち、有用元素が元も々ともと存在していた場所はどこか、その場所からどのようにして運ばれてきたか、いかにして現在の場所に納集、固定化したかを解明する。核元素の交渉の規模は、 その存在量に依存している場合が多く、存在量の多い鉄の主要鉱床である、島上鉄鉱床は、長さ数百から数千キロのものがあり露天掘りで、大量に採掘しているが、金の鉱山は、幅数十センチメートルから数メートル長さ、数百メートル程度の鉱脈に沿って、掘り進むような規模である。有用元素が、鉱物中に含まれていても、工業的に分離。 抽出できない場合は鉱石にならない。例えばアルミニウムは下表にあるように地殻中では非常に一般的な元素で加工岩中の長石や粘土鉱物オリナイトにも大量に含まれているが、これらの鉱物からアルミニウムを工業的に単理する技術は確立していないため鉱石に相当せず、防気サイトのみが鉱石とされる。人類が初めて金属を利用したのは、 紀元前4000年頃のメソポタミア北部アナトリア高原で自然銅が道具に加工された。その後銅の鉱石からの精錬も行われるようになった。銅に続いて鈴が銅との合金精銅を作るために使用された。精銅は銅より硬くて強いため武器や道具や容器に一般的に使用されるようになった。その後砂金から金製品が作られるようになり、 古代エジプトでは多くの金星の装飾品が作られた。中国で発見された陰鉄、最初期の鉄器は陰鉄から作られた鉄の使用は紀元前1400年頃から始まったが、当時まだ鉄鉱石から鉄を精錬する技術はなく、素成分石から鉄を主成分とする隕石を精錬したものと推定されている。鉄器は 武器や工具として制銅よりも優秀であるため制銅に変わって金属の主流となり精錬法も確立改良された。中世以後の研究に伴い多くの金属元素が発見され19世紀末にはほとんどの金属元素が発見されたが一部の金属を除き使用されることがなかった。実際に多様な元素が 工業的に使用されるようになったのは20世紀からである。現在気象元素として重要視されている、気土類などの元素の探求も交渉学の分野である。また、古くから使用されてきた金属でも、資源の枯渇や成功、精錬技術の進歩により、旧来とは異なったタイプの交渉が開発されるようになった。例えば日本はかつて銅の大産出国であったが、 その交渉はいずれも熱水に由来する鉱脈交渉、スカルン交渉、海上熱水交渉、すなわち黒鉱やキースラーガー等である。これらの鉱山は銅の含有率が高い鉱石が集中する鉱株を有し、掘削はその鉱株に沿って鉱動を掘る形で行われた。これら日本の銅鉱山は現在資源が枯渇し、また外国からの安い賠鉱に押されて、 すべての鉱山は閉山された。現在諸外国で採掘されている主要な銅鉱石は、半岸銅鉱床で、銅品位は0.5%から1%と、低品位であったため1900年代初期までは、鉱床とみなされていなかった。しかし、高品位鉱山の枯渇と、成功技術の進歩により、鉱床として価値が認められるようになった。これは、 直径1000から2000メートル、厚さ400-1000メートルという巨大な加工半岩全体がほぼ均一な銅鉱床を形成しており、大型機械で露天掘りして採掘している。鉱床とは有用元素が濃集して工業的に採掘、使用可能となったものであるため、有用元素の濃集過程を検討して分類している。 鉱床の種類は大まかに3種類に分類される。有色鉱物が少ないか鉱岩反霊岩、有色鉱物を多く含み黒っぽく見える日、成岩化成鉱床は地下部核で、液体のマグマが、ゆっくり冷却固化する際に、凝固温度や、比重の異なる、各種鉱物がマグマ中で順次消失、分離しマグマ中を沈降浮上しながら、各成分が濃集したもの。 蒸気の理由により、火星交渉は、新生岩中に限られる。すなわち、火山の噴出物などは急冷されるため、有用成分の濃集は起こり得ないことから、一般には鉱石にはならない。火星交渉の元となる火なりワについては、その成分や、外見の違いによって分類がなされている。外見の違いは、石英や、蝶石のような鉄やマグネシウムを含まない。 無色鉱物と、これらの金属を多く含む、観覧席や、奇跡の存在比率に影響される。そのため、ヒナリーワは、一般的に岩石中の有色鉱物の体積によって分類され、有色鉱物の占める体積が、全体の20%以下のものを、加工岩、20から40%に相当するものを、戦力岩、40から70%のものを、判例岩、 70%以上のものを観覧岩と呼ぶ。鉱物学では、マグネシウムや鉄を多く含む、有色鉱物を、マフィック鉱物、含まない、無色鉱物を、フェルシック鉱物と呼び、加工岩をフェルシックビナリーは反霊岩をマフィックビナリーはと称する。これらの岩石種と、採取される、有用元素の間には明確な相関関係がある。これらの比、 なりわや、交渉の種類は、母体となったマグマの性質に大きく依存している。現在、加工岩質のマグマは、日本を含む東庫などの沈み込み単位や大陸内部で、生成されることが多いが、マフィック内視聴マフィックビナリーワはその成分が、マントルの成分に比較的近く、中央海嶺や、ホットスポットなどの火山島に多く見られる。 しかし先カンブリア時代においてはマフィックなマグマが大陸近くへ貫入してできた交渉が見られる。火星交渉の代表的な金属交渉として下記3種類が挙げられる。火星交渉のレーニッケルやクロムの大きな交渉はマフィック製のマグマの塊が地下でゆっくり冷却されたものが多い。最も大規模なクロム交渉である南アフリカのブッシュフェルト鉱山は 約19億年前に、当時の陸地の近くの中に、東西 520km 南北 270km、最大厚さ 7600m という巨大な、マフィックマグマが貫入した結果できたもの。巨大なマグマの塊がゆっくり冷えながら固化してゆく、際に、融点が高く比重の重い鉄やクロムを含む成分が、下に沈み、残った軽い成分が、 上部に分化して行った様子がわかる。岩層を下から順に説明する。また特殊な例として、カナダのサドベリー鉱山がある。この鉱山には、マフィック製マグマに起因するニッケルの大鉱床があるが、その成因として、直径約4キロメートルの隕石が落下した衝撃が、引き金となって、地下新書からマグマが移動してきたと推定されている。ペグマタイトは、 新生岩の中でも特に結晶のサイズが大きいもので、加工岩ペグマタイトからは、純度の高い石英や、長石などが取れ、光学レンズの材料に使用されている。またペグマタイトには、マグマの冷却効果の際に最後に残った水などの、揮発成分を含む微量成分が濃集されることがあり、フッ素、ベリリウム、タングステン、スズ、モリブデン、リチウム、ニオブ、 タンタル、気土類などの交渉として利用されている。カーボナタイト交渉は、崩壊石やドロマイトという炭酸塩類を主成分と、する特殊なマグマに由来する交渉で、気土類、ニオブ、銅などの交渉となっている。カーボナタイトのマグマに由来する火山は、現在非常に珍しく、活火山としては、東アフリカのオルドイニョレン外山が唯一である。 熱水交渉は、マグマ中から分離した水、または、マグマ金棒に存在して、マグマに熱せられた、地下水が、周囲の岩石の成分を溶かして移動し、特定箇所で沈殿したもの。普通摂氏100度以上の高温の地下水を指す。熱水の由来がマグマであるため講義の火星交渉に、含まれるとも考えられるが、通常は別のタイプの交渉として取り扱われる。 熱水交渉には、その産出状況から、鉱脈型交渉、海上熱水交渉、スカルン交渉、半岩ガ道交渉に分類される。アメリカ、カリフォルニア州で産出した、自然菌1960年代以後の、高温高圧における実験で、マグマが高温高圧条件にあるときは、マグマは、かなりの量の水を溶解させうることが判明した。 実際のマグマ中の水はそれよりももっと少ないと見積もられているが火山ガスの主成分が水であることからわかるようにマグマは実際にかなりの量の水分を含んでいるマグマが地下 15km 以上の深所にあるとき水はマグマ中に溶解しているがマグマが上昇するにつれて圧力と温度が下がって溶解度が減少し水が分離される また上昇してきたマグマは、地下数キロメートルほどの深さで、地下水と接触して、これを加熱し、熱水を生成させる。これらの高温の水は、各種物質に対する溶解度が高く、多くの有用成分を溶解している。熱水が冷却されると溶解度が低下し、有用成分を沈殿させて、交渉を形成する。交渉形成に関与した熱水を交易と呼ぶ。 鉱液の起源はマグマからの分離水やマグマに加熱された地下水など多様である。鉱脈型鉱床鉱脈型鉱床は熱水が地下の割れ目や断層に沿って流れる過程で成分を沈殿させたもので名前の通り鉱脈として産出する。その多くは深さ2000メートルから4000メートルほどで形成された。鉱脈型鉱床の例としてはかつて鈴、銅、 アエン、タングステンを大量に産出した兵庫県のミンノベ鉱山や現在も金を産出している鹿児島県の菱シ鉱山などがある。産出する元素と鉱液の温度には下記の相関関係がある。鉱脈型鉱床の代表例であったミンノベ鉱山では延長数百メートル以上の大きな鉱脈が50本存在したが、この鉱山では蒸気の温度勾配による 死亡種の規則的変化が確認された。すなわちいずれの鉱脈においても、鉱脈の下部から上部へ、または、鉱液の供給元であった断層に近いところから、遠いところに向けて、鈴タングステン銅は円鉛、マイナス金銀の順に、主亡種が変化していることが認められた。海上熱水鉱症海底での熱水噴出、海上熱水鉱症とキースラーガー生成の、 原因海上熱水交渉は、熱水が海中に噴出して急冷されてできたもので、秋田県北部の花岡鉱山などがある。秋田県北部には銅、鉛、亜鉛などの鉱石が妄臭した氷見の高い黒鉱が産出していたが、交渉の生成原因は1960年代まで明らかではなかった。 その後の研究で海底で堆積したことが判明し、ほぼ同じ頃に、航海の底で、鉄や炎を高濃度に含んだ道路が、海底から採取され、海底性隕接を決定づけた。現在では、航海と同様のプレート発散型境界の近くで、右写真のようなチムニーの映像が確認されており、海上熱水交渉の生成の場面を見せてくれる。 黒鉱はチムニーが崩壊して堆積した後、早期に他の火山岩により埋められて固定化されたもので、黒鉱の産地では王道鉱が主体の気候も産出した。日本の黒鉱の鉱山は2011年現在すべて閉山している。海上熱水鉱床が地下で、編成作用を受けた鉱床をキースラーガーと呼ぶ。海洋プレートが海鉱で、陶虎や、 大陸の下に沈み込む際に、交渉がプレートと一緒に、大陸下に引きずり込まれて、高温高圧を受けた後、大陸に底付けされて、大陸近くに取り込まれ、その後地表まで移動したもの。編成作用中に、鉱石の再納集が行われて、大規模な交渉となる。愛媛県の別種銅山や茨城県の日立鉱山が、代表例。スカルン交渉マグマから分離した。 鉱液は、通常多量の計算成分を含んでいるが、これが石灰岩と接触すると、下記のように反応して警戒意志が生成する。過去 3CO2 イコールカシオ 3CO2 母体となる岩石が大きく変化する中で、鉱液に含まれていた有用成分や、石灰岩中の他の微量成分も反応し、濃臭・固定化が正規して、各種の金属交渉が形成される。 このように、マグマと石灰岩が接触した場所で形成される、特徴的な熱水交渉を、スカルン交渉と呼ぶ。交易が高温の時には、タングステン、モリーブデン、スズ、鉄の交渉が形成され、中低温の時には、銅、亜鉛、鉛の交渉が形成される。日本の代表例としては、鉄と銅を算出して、日本の近代化に貢献した岩手県の、 鎌石鉱山や奈良の東大寺の大仏作成に関わったと言われる山口県の超東銅山がある。半岩道鉱床南アメリカアンデス山脈にある世界最大の半岩道鉱山のチュキカマタカ鉱岩内市赤英戦力岩というフェルシックな新生岩に由来しその上部に形成された鉱床地下新所の直径1 0トル以上の巨大な 新生岩バソリスの上部に、あたかも本体から絞り出されたような形で、形成された直径数百から数千メートルの加工斑岩や石英斑岩の岩体全部が交渉となっている。岩体中の鉱石は鉱脈を形成せず、比較的均一に存在するため、露天掘りによる機械的な採掘が容易で、同品位は低いが、現在の銅鉱山の主流となっている。 このタイプの交渉は、アンデス山脈、ロッキー山脈、フィリピン、ボルネオ島などの艦隊併用に偏在し、形成された年代は5億年前以後と比較的新しいことが特徴。バソリスがゆっくり冷却する際に分離した熱水がバソリス上部に濃集し、バソリスの一部が突型に盛り上がって比較的短時間に冷却し、鉱石化したと考えられている。 同様な起源によって形成されたモリーブデン鉱山も存在する。地上の岩石は空気と反応したり、成分の一部が雨水に溶出したり、あるいは昼夜や季節の温度差による熱膨張の違いによる鉱物粒子の分離などにより変化していく。これらは風化と呼ばれる現象だが、風化によって岩石の一部は粘土化し、大きな岩石は細分化される。 風化された岩石は、風や河川によって運ばれるが、その途中で、比重や溶解性の違いにより、各々の鉱石が、特定の箇所に集中して堆積し、交渉を形成する。最もわかりやすい例として、砂金の交渉がある。金を含んだ岩石が風化し、雨水に流され、河川に運ばれて、流れの、緩くなった、特定箇所に集中的に堆積したものである。 現在採掘されているウラン鉱石も砂金と同様の過程で河川や故障に堆積したもので原生代や中生代に形成された。雨水による風化で他の成分が溶出して後に残った成分が有用である場合も堆積鉱床に分類される。アルミニウムの鉱石である防気イトは計算成分やカリウムなどを含んだ元の岩石から 他の成分が水に溶解した結果 AL2O3 が濃襲したもので、産地は雨水による風化力の強い熱帯雨林地域に多い。太平洋底から採取された満ン,ン段階水に溶解した成分が海底に堆積した交渉の代表として、19億年前、以前の大陸法に形成された島上鉄交渉と満ン,ンの交渉がある。満岩については、現在も、 深海で形成されつつあるガン段階が将来の資源として注目されている。島上鉄鉱床の詳細な解説はその項目に譲るが25億年前まで無酸素状態であった地球で海水に大量に溶解していた鉄成分がストロマトライトが光合成で作り出した酸素によって酸化されて不溶化し海底に沈殿、堆積したもの。鉱床の延長が 数百キロを超えるものが多く、現在採掘されている大規模鉱山はほとんどこのタイプである。大気中に酸素が充満した19億年前以後は、鉄成分が大量に海中に溶解できなくなったため、スノーボールアースという例外を除けば、島上鉄鉱床は形成されていない。ウクライナのニコポル鉱山や南アフリカの カラハリマンガン鉱床などのマンガンの大規模な鉱床は、大陸周辺の浅い海に堆積したものが多く、陸地の岩石が侵食されて、マンガンが流出し海に供給されて堆積したと考えられている。過去日本で採掘されていた比較的小規模なマンガン鉱山は、海底熱水活動に由来するマンガンが、海水中を移動し少し離れた海底に堆積した鉱床が主体で、 チャートなどの堆積岩を伴って算出した。なお海底へのマンガンの堆積には酸素の存在が不可欠であり、酸素が少なかった22億年前以前の地層からは堆積性のマンガン交渉は見つかっていない。このように金属の堆積交渉の生成においては生物の影響が考えられる場合がある。マンガン段階は 世界の海洋堤のところどころに見られる直径 1cm から 20cm の黒色段階上の鉱石で、地域的には太平洋及び北極圏に多く存在している。段階の成長速度は100万年で、平均 10mm 程度と分析されている。主成分のマンガンと鉄の他に、ニッケル、鉛、コバルトモリブデン等の重金属を含んでいるが、 成分比率は場所によって異なる。マンガンは地上に大きな鉱山があるが、地上の鉱山資源が極めて限られ、地域的にも偏在しているニッケルやコバルトの交渉として将来性が注目されている。マンガン段階の成因として、海底熱水活動により、海水中に供給されたマンガンに起因しているとされているが、詳細は十分解明されていない。 生物起源の堆積交渉として、林鉱石の交渉が挙げられる。生物の遺体が堆積してできた、林鉱石が主体であるが、グアノと呼ぶ、海鳥の糞や死体が堆積した交渉も存在した。グアノは現在ほとんど枯渇している。石炭、石油の起源については、各々の項目に詳しく記載されているので、ここでは、交渉の形成条件について記述する。 石炭の交渉を丹田石炭の鉱山を炭鉱と、呼び、石油の交渉を油田石油を組み上げる施設を油性と、称する。大規模な炭鉱における露天掘り、アメリカワヨーミング炭鉱石炭は、植物の遺体が分解せずに地中に埋まって、長い年月の間に、熱や圧力を受けて変質したものである。このため交渉を形成する条件として、下記のものが挙げられる。 石炭資源の特徴として他の資源に比べて地域的な偏りが少ない点が挙げられる。オーストラリアや南アフリカなどの人口の少ない国の大規模炭鉱以外に人口が多く産業活動の活発なアメリカ、中国、旧ソ連、インド、ドイツ、イギリスなどにも大きな炭鉱が存在する。昭和30年代まで日本にはたくさんの炭鉱が稼働していたが、 複雑な地層に起因する困難な作業条件による高コストが露天掘りで大量に採掘される安価な輸入炭に対抗できず、釧路コールマイン一箇所を残して他はすべて商業的な採掘を終えた。北海油田の掘削やグラ石油はその起源について諸説あるが今のところケロジェンを中間体とする生物由来説が主流となっている。石油が 他の鉱物と際立って異なる点は液体であること。このため地下でも隙間のある地層中では容易に移動できる。石油は周囲の岩石より比重が軽いので移動は主に髪型に向かうが上部に液体を通さない緻密な層がある場合はその場所に滞留する。典型的な油田の構造は緻密な地層と隙間の多い地層が 緩やかに上下に波打って孤装している場所で、隙間の多い地層の最上部の突部分に石油が溜まっている構造である。地形としては、平野、海岸、大陸方に多く存在している。油田が海底にある場合、右写真のような海上の屈作櫓が使用される。石油の元となった生物は、石炭のように地上の植物に限定されないため、 陸上植物発生前のオレドビスキの地層からも産出する。しかし主な油田は新生代第3期と中生代の地層中に存在する。石油資源は地域的な偏在が激しく、ペルシア湾周辺、旧ソ連及びメキシコ湾周辺に巨大な油田が存在し、この3カ所だけで世界の火災埋蔵量の半分以上を占める。 石油資源がこの地域に集中して形成された原因は現在明らかではない。ありがとうございます。